キューガーデンはイギリス・ロンドンにある世界最大級の王立の植物園です。132ヘクタールの広い敷地の中に森や池、庭園が広がり、市民の憩いの場であり、研究施設でもあります。この写真はパームハウスと呼ばれるガラス屋根の温室で、キューガーデンを象徴する建物です。260年以上の歴史を持つキューガーデンには3万種以上の植物、700万点に上る標本、30万冊以上の蔵書、版画も含めた20万枚の植物画のコレクションがあります。2003年にはユネスコの世界遺産に登録されています。今回はキューガーデンのコレクションを中心に、18世紀から19世紀初めにかけてのボタニカルアート、いわゆる植物画を紹介しています。キューガーデンは1759年、オーガスタ妃が宮殿に併設した庭園に始まります。オーガスタの息子ジョージ3世とシャーロット妃によって現在の研究施設としての基礎が築かれました。キューガーデンの監督者、非公式では初代の園長となった植物学者のジョセフ・バンクスは、世界各地にプラントハンターと呼ばれる植物を集める人たちを派遣しました。その中の一人、マッソンが南アフリカから持ち帰ったものが極楽鳥花です。この極楽鳥花の俗名ストレリチアは、シャーロット王妃にちなんで名付けられています。英語でもクイーンプラントと呼ばれるそうです。このエピソードはまさに植物学を庇護した王妃の功績を象徴するものです。世界各地から珍しい植物が集められ、それらを記録するために植物画家が起用されました。この極楽鳥花を描いた画家のフランツ・バウアーは、王妃やその子供たちに植物学や植物画を教えていました。バウアーに絵を学んだシャーロットの娘が描いたバラの絵も今回展示しています。今回展示している植物画ですが、写真がまだなかった時代に記録のために絵として残すということが大きな目的で、その植物の特徴を正確に精密に描くということが求められました。植物の標本では色や形が変わってしまうため、研究材料として絵で残したのです。1787年に刊行され、200年以上経った現在も続いている園芸雑誌です。原画と雑誌に掲載された図版を一緒に展示しています。絵が反転しているのは、原画の輪郭をなぞり銅版画で複製しているからです。本物の美しさを伝えるため、1枚ずつ手で彩色を行うというこだわりで出版されました。これらの植物画は水彩で描かれています。水彩で植物画を描くことは、この時代の女性の教養の一つでした。植物画の世界では女性画家も多く活躍しています。中には植物画家として生計を立てた女性もいました。今回の展覧会では、イギリスにおいて植物画が盛んになった時代を体感していただくことができます。世界各地の花々をぜひ会場でお楽しみください。